さあ始まりましたエマージザジャパンチャンネルシーズン2。この番組は27年前の初開催から現在まで世界のインディーズアーティストが一堂に集まる世界最大のライブコンペティション大会エマージェンザの歴史魅力などをこれまでに出場したアーティストの楽曲を交えながらお送りしていきます。この番組のパーソナリティのゆうやです。尾崎武史です。安野奈緒です。さて今回はシーズン2の第8回目でございます。決勝戦目前となっております。そうね、ということでもう改めてエマージェンザについて、はい、さらに深くそう、ね、またって感じなんですけど、うん、話していきたいと思います。ぜひ聞いてください、はい、うん、大事なので、ね、エマージェンザは優勝すればドイツとアバタールで行われる野外フェスに出演できる、インディーズアーティストのためのライブコンテストでございます。はい、世界36カ国でですね開催されていて各国の優勝アーティストが8月に、ドイツに集結します。うんうん、でそこで国際決勝を行い世界一を目指すという大会になりますね。はい、でまあ、特徴としては、参加資格がインディーズであるということだけ、うんうん、プロアマ、ジャンル国籍年齢性別経験など、何も問いません。そうね、参加するのにデモ音源などもいりません。うん、本当にもうライブの力だけですね。うんうん、で勝負をするもうガチコンテストです。ガチコンね、はい、ガチコン、ガチコンでございます。エマージェンザ出場アーティストとして、海外だとニコ&ビンツ、はいはい、2011年大会で優勝しまして、その後 Am I Wrong という曲で全米ビルボード4位、全英1位など各国のヒットチャートを設計しております。はい、日本のジャパンホット100でも17位になっているんですけども、はい、とその他にもですね日本大会では2019大会優勝のウルマサウンドジャンクションが世界3位になり、うん、ゼブラヘッドの前座を務めるなど、はい、かっこよかった。そしてそのウルマはですねもう今年の春メジャーデビューもされました。はい、で2012大会とかにはですね、今現キングヌーのリーダーで作詞作曲の、を担当されている常田大樹さんが、ディディーズアンダーグラウンドジャムというバンドで準決勝まで、進んだこともあったりして、はい、うん、その翌年2013年大会ではですねタロー&ジロー、というアーティストが優勝してメジャーデビュー、されました。その後多くの大型フェスに出演するなどもう本当にいろんな、才能あふれるアーティストさんたちがエマージェンザに出演して、ね、たくさんいる、成長してきています。うん、なので今後は今まで以上にエマージェンザ、アーティストのメジャーデビューや世界進出を積極的にサポートして、またこの番組や YouTube などでも本当にいろいろ手伝いをね、うん、できればなと思っておりますので、はい、本当に皆さん要注目でございます。はい、